はい、望月凛です。今回はベストセラー作家である立花明さんの書かれたシンプルで合理的な人生設計を解説していきます。この本は一言で言うと幸せな人生を送る具体的な方法を教えてくれる本だ。まずは著者によると幸せになるためには3つの資本が大事だと言うんだ。それが資産、仕事、人間関係の3つだ。資産とは株や不動産などでお金を稼げていること、仕事は自分の仕事で高い評価や給料を得られていること、そして人間関係は家族や恋人、友達がいることを指す。ほうほう。つまり幸せな人とは資産を築いているためお金の心配がなく、仕事をしていて高い給料を稼げているため職場で尊敬されていて、なおかつ友達や知人、家族などに囲まれている人のことになる。確かに幸せそうだな。逆に不幸せな人とはこの3つの資本がない人になる。つまり株や投資信託などの資産を持っていないためお金の心配が尽きなくて、仕事の評価も低いため尊敬もされず給料も少なく、なおかつ友達や知人、家族がいない孤独な人だ。いや、これ完全に無敵の人じゃないですか。合理的に幸せになるにはまだ自分が手にしていないこの3つの資産のどれかを手にすればいいということになる。ちなみにこの資産は0より1つ、1つより2つ、2つより3つを手にすれば幸せになれるのだ。でもこの3つの資産を全て手にするのってすごく難しそうですよね。うむ、人が使える時間やリソースは限られているから全てを手にするのはかなり難しいだろうな。実際にオフ会や合コン、マッチングアプリなどで人間関係を増やせば、それだけ仕事や資産に回す時間やお金が減るからな。そうですね。だからまずは資本が2つある状態を目指すのがいいだろう。このように合理的に幸せになる方法を示しているのがこの本になる。今日の授業を受ければそんな合理的に幸せになる方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は幸せになりたければ長期的に得ができる選択肢を優先する、だな。長期的に得ができる選択肢？ああ、というのは終わりよければ全てよし、だからだ。え、どういうこと？ほら、ゲームも映画も途中が微妙でもラストがハッピーエンドだとスッキリするだろう。まあそうですね。それと同じように人生も終わりよければ全てよしなんだ。実際に若い時に貧乏でモテなくても、年を取ってから大成功してモテモテになったら過去の苦い記憶も良い思い出に変わる。一方、若い時に豊かであっても年を取ってから貧乏になりモテなくなると過去の記憶が悪い思い出になってしまう。ちなみに映画はだいたい2時間、人生はだいたい約4000週間ある。人生ってたった4000週間しかないのか。ああ、そのため映画なら2時間の後半を幸せにしておく必要があるし、人生ならこの4000週間の後半を幸せな状態にしておく必要がある。なるほど。ちなみに幸せにするって具体的に何をすればいいんですか？さっき説明した資産、仕事、人間関係の3つの資産を高めておけってことだ。そのためにはお金を今の楽しみに使ってしまうのではなく、できるだけ人生の後半が幸せになれるように時間やお金を使うことが大事になってくるのだ。これはものすごく大事な考え方だ。つまりまずは未来が良くなる積み立て投資や勉強などに時間やお金を使って、その後に残った時間やお金を今楽しめるポケモンカードや競馬などの娯楽に使えばいいってことですか？その通りだ。未来への投資が先、今楽しむのは後だ。この優先順位を間違えて常に今楽しむことだけを優先すると、人生の後半にお金も資産も人間関係も仕事のスキルもない不幸な状態になってしまう。だから未来を明るくするための行動をした後に残った時間やお金で今を楽しむのだ。なるほど。例えるのなら、就活で内定が出てある程度未来の見通しが立った段階で遊びまくるイメージだな。死ぬほどわかりやすいな。だからこの本ではこの3つの資本に1本線をピッと引いて、未来のための合理的な行動を優先して、その後に今楽しいだけの不合理な行動を取ることを推奨している。次は資産を増やすには給料が入った段階でインデックス投資に積み立て投資する、だな。インデックス投資に積み立て投資するか。ああ、
ということで、まずは幸福の資本の一つ目である資産を高める合理的な方法を説明していこう。はい。当たり前だが、お金があればたとえ使わなくても人生に余裕をもたらすし、嫌な仕事も辞めて好きなことができる。さらに食べたいものや欲しいもの、住む場所も値段を気にせずに選ぶことができる。そうですね。そしてこの図が示すように、年収800万円、金融資産1億円まではお金を稼ぐことで幸福度が上がっていくのだ。へー。そのため最も効果的に幸福になる方法はお金持ちになることなのだ。その第一の選択肢になるのがアメリカへのインデックス投資だ。やっぱりインデックス投資か。はあ、これは今までも説明してきたことだからざっくりと説明するんだが、アメリカの会社全体に投資することを指す。なんでアメリカの会社に投資するとお金が増えるのかというと、まだ全世界の人口が増え続けているからだ。ん？全世界の人口が増えるとアメリカの会社が儲かるんですか？ああ、英語でのサービスは全世界の人が使うだろう。確かにツイッターもアマゾンもグーグルもマイクロソフトもネットフリックスも全部アメリカのサービスですもんね。ああ、ということは人が増えると、それだけ食べ物や部屋を借りる人、ネットフリックスの会員も増えて、アメリカの会社の売り上げは高くなっていき、株価が右肩上がりになるからだ。だからそんなアメリカの上位の会社に投資できるインデックス投資をしておけば、株価も上がってお金が増えるということだな。まあ、ざっくり説明するとこういうことになる。なるほど。でも大暴落とかもあるでしょ？はあ、だがそれでも投資しておく方が得だ。実際にアメリカにインデックス投資をしていた場合の過去のチャートはこのようになっている。ああ、確かにリーマンショックとかコロナがあっても右肩上がりになってますね。ふむ。ちなみに自分で株を選んだり誰かに株を運用してもらうのとインデックス投資を比べたデータがあるんだが、それを見ると自分で考えて投資をしている投資家よりもインデックス投資家の方が 82% いい成績を上げていたんだ。 82%？ もう圧勝じゃないですか。例えば毎月10万円を30年間インデックス投資で積み立てて、仮に利回りが 3% だった場合、30年後にも5800万円になる。もし貯金をしていたら3600万円だから、運用でだいたい2200万円も増えているんだ。おお、そんなに？ああ、ちなみに年利 3% は現実的に十分あり得る数字だ。このように投資していた場合と投資していなかった場合では、人生の後半の金融資産に大きな格差が出てきてしまうということだな。もちろんイデコやニーサなどの非課税の制度を活用するとより効果的だろう。なるほど。株価の上げ下げを見なくてもいいし、安いから買おうと考える必要もない。そんな時間があるのなら仕事をして稼いで投資金額を上げた方が合理的だし、友達や彼女と思い出を作っておいた方がいい。そうですね。そのため毎月自動的に積み立て投資ができるようにしておく設定にしたら、あとは忘れてしまっていいんだ。へえ、ものすごく楽なんですね。ああ、楽すぎて投資している感覚がないのが欠点といえば欠点だな。このようにインデックス投資をやるときはほったらかしにできるということがとても大事なメリットになる。ここでほったらかしにしてできた時間や集中力を残りの2つの資産である仕事と人間関係に振り分けていくのが合理的に幸せになる方法なのだ。次は仕事の収入が高いと尊敬されるしメンタルも安定するだな。まず仕事とはどういう資産かというと、それは働いて稼ぐ能力が高い状態を示す。お前の会社にも仕事がめちゃくちゃできるエリートがいるだろう。はい。その人がここで言う仕事の資産が高い人になる。一方、働いて稼ぐ能力が低いということは特殊なスキルを持っていないということになる。つまり代わりがどれだけでもいる平凡なサラリーマンだな。僕ですね。ああ、こうなると収入が低いだけでなく周りからも尊敬されづらいんだ。また不景気になると仕事を失いやすいし、余裕がないため自分に反対する人の意見を尊重できなくなる。地獄だな。その結果うつ病になりやすいんだ。うつ病？ああ、実際にこの知識社会では高い専門性を持たない人は会社の中で居場所を失い、家でも肩身が狭いためうつ病などの精神疾患になるリスクが高くなることが多くの研究で明らかになっている。さて、
ではどうすれば社会が高く評価する特殊な能力を身につけられるのかというと、それは好きで得意なことに一点集中して能力を磨く必要があるんだ。好きで得意なことか。ああ、基本は好きなことと得意なことが一致していないと転職にはならない。まだそういうものが見つかっていないのなら、とにかくいろいろ手をつけてそういうものを探し続けなければならない。つまり若い時は一点集中するものを探すためにできるだけいろんな体験をするのがいいんだ。なるほど。そしてもしそれっぽいものが見つかったら、そこに時間を使って一点集中してそのスキルを高める作業に入る。例えば医者で言うと、自分の専門とする分野を勉強して、その分野で知らないことは何もない、何を聞かれても答えられるというレベルにまで知識を蓄えたり、または手術の腕を磨くようなイメージだ。なるほど。この時のポイントは一点集中して能力を磨くことだ。なんで一点集中する必要があるんですか？というのも、あれもこれもと手を出して中途半端な能力になると、その中途半端な能力は高い値段で買ってもらえないからだ。高い値段で買ってもらえない？ああ、例えるのなら、日本で42番目に速い陸上選手のような中途半端な能力は高く評価されないだろう。そうですね。だから中途半端な能力にならないように一点集中して極める必要があるんだな。なるほどな。ちなみにこの一点集中して特殊なスキルを獲得するために、多くの時間やリソースを使わなければならないために、さっき説明したインデックス投資はほったらかしにしておく必要があるんだな。おお、こことつながっていたのか。次はこいつには勝てないなと思ったら、その市場を捨ててニッチな市場に活動の場を移すだな。ニッチな市場に活動の場を移す？ああ、さっき特殊なスキルを手に入れるために好きで得意なことに一点集中することをおすすめした。はい。その努力の結果、その分野で1位になれればいいんだが、残念ながら最初に手を出した分野で1位になるにはかなりの才能がないと無理だ。ある意味、野球で大谷翔平さんに、将棋で藤井聡太さんに勝つようなイメージだな。ではどうすればいいのかというと、こいつには勝てないなと思ったら、その市場を捨てて、もっとニッチな市場に活動の場を移さないといけないんだ。勝てないなと思ったら市場を移す？ああ、例えば医者で言うと、ものすごく天才的な医者が消化器外科を専攻しているのであれば、自分は泌尿器科をやるイメージだな。つまり魚で言うと、大きな池の主に勝てないなと思ったら、自分は小さい池に移動してそこで主になるってことですか？そうだ。そのニッチな市場で王者になることができれば、十分経済的な自由を得られるし尊敬される。このように、こいつに勝てないなと思ったら、その市場を捨てて、その深めたスキルを別のところに活用すれば活路が見出せるということだな。なるほどな。ちなみにこのことをランチェスター戦略、通称弱者の戦略という。ここからはついに幸福になる資産の3つ目である人間関係を高める合理的な方法を説明していこう。お願いします。それは自分に悪い影響を与える人間関係を減らすことだ。悪い影響を与える人間関係か。ああ、なぜなら人は自分の周りにいる5人の平均に近づいていくからだ。実際に太っている人は同じく太っている人と友達になりやすいし、モテない人はモテない人と友達になりやすい。実際に研究では太った友達ができた後に体重が増えていることが分かっている。なぜなら太っている人が身近にいると安心して、つい自分も美味しいものを食べ過ぎてしまうからだ。へえ、良くも悪くも身の回りの人に影響されてしまうんですね。ってことは、自分の周りの5人を成功者や幸福な人で固めてしまえば、自分も幸福な成功者になりやすいってことか。そうだ。じゃあ俺はイケメンでモテモテでお金持ちで幸福な人と付き合えばいいんですね。ああ、その通りだ。だが実際にそれは難しいだろう。難しい？なんで？なぜならあっちがお前と付き合ってくれないからだ。俺じゃダメ？ふむ。実際にお前、モテモテのイケメンと仲良くなれるか？きついかもしれないですね。僕、いわゆるイケメン高身長でゆるふわ色白パーマのリア充みたいな人とはなんか仲良くなれないんですよね。そうだろう。もっと極端に言うと、お前がイーロン・マスクやジェフ・ベゾスと友達になれないように、相手も自分と似たような相手を無意識に選んでいるということを忘れてはいけない。そうか。お金を払って憧れの人に近づくことはできますけど、
それだと客と店員の関係になっちゃいますもんね。ああ、そのためここで意識すべきなのは理想の友人を作ることではなく、自分の周囲5人の中で自分の足を引っ張っているやつを減らすことだ。ん？足を引っ張っている人と疎遠になれってことですか？そうだ。不良をやめたければ不良の友達と縁を切るのが大事なように、幸せになりたければ不幸せな友達と縁を切るのが大事になるのだ。なるほど。その人を外せばお前の周囲5人の平均値は上がる。だからいつも不幸そうな人とは少し距離を取ってみるといいだろう。でも上に行きたいからって理由で友達になるかならないのかを決めるのってなんか違う気がするんですけどね。ふむ。だから5人に1人か2人くらいは合理的に考えて、一緒にいて自分を押し上げてくれるような幸福な人を選び、残りの3人くらいはいつも通りただ笑って楽しく昔話をしながらお酒を飲むような不合理な関係を築くのがいいだろう。なるほど。このように誰と付き合うのかを意識するだけで大きく人生は変わっていく。さて、ここまでは幸せになるお金、仕事、人間関係の3つの資本について説明してきた。はい。ここからはその土台を支える健康について説明していく。健康か。ああ、当たり前だが、不健康だと勉強したり仕事のスキルを高めたりデートやイベントに行って誰かと付き合うことができないからな。そうですね。で、健康のために合理的に何をすればいいんですか？それは絶対に睡眠時間は7から8時間取るということだ。睡眠時間は7から8時間か。はあ、というのは一部のショートスリーパーを除いてほとんどの人は十分な睡眠を取らなければ頭が働かなくてパフォーマンスは下がるし、メンタルにも支障が出るからだ。ちなみに世界一のお金持ちであるアマゾンの創業者であるジェフ・ベゾスもしっかり毎日7から8時間眠っているんだ。へえ。ジェフ・ベゾスはこう言っている。睡眠は大事だ。よりよく考えることができ、より充電ができ、気分も良くなる。まあそうですよね。ということで睡眠時間が大事なのは分かったと思うが、できればより深く寝るための工夫をするのがいいだろう。工夫？例えば午後以降はコーヒーやチョコレート、エナジードリンクなどのカフェインを取らないとか、寝る前の1から2時間は明るい光を見ないようにするためにブルーライトカットのグラスをするとか、遮光カーテンを使って寝室を真っ暗にするとかだな。なるほど。このように少しでも睡眠を良くする工夫をしておくと1日に集中できる時間が増えるだろう。ということで誰でも睡眠時間は7から8時間取ると幸せになれるということを忘れないでくれ。わかりました。最後は毎日25分の早歩きの散歩で幸せになれるだな。早歩きの散歩で幸せになれるか。ああ、というのは散歩する人の方が気分が良くなり健康になって長生きできるからだ。へえ。実際にアメリカ国立がん研究所が65万人の10年間のデータを調べたところ、毎日25分間の散歩をしていた人は運動不足の人より平均で4年近く長生きすることが分かった。そうなのか。ああ、ちなみに毎日10分間のウォーキングでさえ寿命に2年の差があった。その他にも運動は乳がんの発症リスクや動脈硬化、心疾患、脳の老化や認知症などを予防するといった数々の報告もある。やっぱり散歩は最強のソリューションなんですね。そうだ。モヤモヤしている時も歩きながら考えると気分がすっきりするし、くよくよ悩むことも減る。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。